後半これ僕ここのストーリー好きなんですよね。なんかロイドとフランキーってもともとね、うん、仕事で関わってたりとかしてたんですけど、やっぱどういう関係性なのみたいなのやっぱり深掘りしないとわからないところがあって、やっぱなんだかんだでフランキーにも付き合うし、最終的には一緒にバーで飲んでるっていうあの光景みたいなものがいいなっていうか、関係性として、うん、だからなんか個々にスポットを当てる、はい、あの話っていうのがやっぱ2クール目は多いなってすごい思ってて、それがやっぱりね、見れるのがね、よりスパイファミリーの世界観みたいなものが広がるなみたいなことをすごい思いましたね。今後のまあストーリーとか展開にもね、うん、こう、はい、この関係がどう関わってくるのかなみたいな、関わってくるのかなみたいなのがね、感じられましたね。